よく見ると貝殻がパッと開いて真珠が現れた。ダックワーズです。ストロベリークリームチーズとヌテラ、どっちからいただきましょう。あ、この食感やみつきになります。夏でも冬でもアメリカーノっていう、お部屋をこの香りにしたいです。クルンジ、まだ SNS などでは見ていたんですが、まだ食べたことがなくて、クロッフィンが気になっているんですけど、キーワードはクロワッサンなんですね。そうですね、すべてのデザートクロワッサンの生地を使ってあります。その辺のアジア、今話題のスイーツをいただくことができるんです。いや、外観もおしゃれですね。入ってみましょう。全種類ニュージーランドから輸入してきてるブランドなんですけど、デザートはすべてちょっと甘みがありますので、はい、こちらアールグレイもおすすめしておりまして、大好きです、アールグレイ。こちらが一番に紹介しているパリスっていう名前のアールグレイなんですけど、ふわっとしたバニラのニュアンスがすごくいいのかなって思います。すごい、お部屋をこの香りにしたいです。いい香り、ありました。クルンジ、クルンジっていうのが今気になってきたんですけれども、まだ SNS などでは見ていたんですが、まだ食べたことがなくて。そのヌルンジっていうのが日本語でおこげって意味なんですけど、クロワッサンの生地をギュッと押しておこげのようにパリパリの食感を生かして、でクロワッサンの生地のおこげなんでクルンジになります。クルンジ、紅茶が一押しということで、わあ、すごいフルーティー。めちゃくちゃ香り豊かです。初クルンジです。あ、硬い。あ、もうザクザクですね。クッキーみたいな硬さです。もう切れました。じゃあアイスと一緒に。サク、クッキーっぽいんですけど、クロワッサンの周りの柔らかいサクサクさ感も残ってます。このおこげっぽい感じ、ザクザクしてます。でもやっぱりクロワッサンをこうやってギューって潰しているので、クロワッサンの中の柔らかさ、もちっとした弾力も残っているんです。あとこのクルンジと同時にクロッフィンが気になっているんですけど、クロッフィンはクロワッサンの生地をぐるっと丸めてマフィンのように焼いてるんですけど、外側はサクサクで中にはそれぞれソースやクリーム入ってて上まで乗せております。キーワードはクロワッサンなんですね。そうですね、すべてのデザートクロワッサンの生地を使っております。くー、見た目も可愛いですね。おー、クロワッサン生地、ザクザク。よいしょ。あ、倒れる、倒れちゃう。ストロベリーソースが中に入っています。あ、いい香り。幸せ。旅行または合宿に行った時の朝ごはんを思い出しました。それのおしゃれバージョンです。いろんな宿に泊まった時に大体パンとジャムを選んでしまうんですよ。たまにクロワッサンがあるんですよ。クロワッサンがあった時のあの嬉しさ。本当見た目はマフィンですが、中身味わいはクロワッサン。満足度マフィン。ありがとうございました。ありがとうございます。鶴橋駅の近くにやってきました。こちらのユンカフェさんというお店でして、ここでも今話題のスイーツがいただけるということなんです。行ってみましょう。おしゃれな店内ですよ。こんにちは。あ、すごい。こちらがもしかして今話題のダックワーズ。フランスのお菓子なんですけど、
普通は小麦粉を使ってるんですけど、うちがアーモンドパウダーと卵白とあと砂糖を使用して小麦粉を使わずに焼いてるお菓子になります。韓国に本店があって、それが大阪に新しく出した2号店になります。でいろんな種類がありますが、前見ていただいたら書いてるのがクリームの味になるんですけど、名前の前にチョンがついてるのがクリームチーズベースになるので甘酸っぱい感じのお味になってて、前にチョンがついてないのがバターベースになるので甘い濃厚なお味になってます。いつも半分ずつ味が変わったりとか新メニューが毎日出たりするので、毎日たんびにまた新しい味が。すごい。このチョコレート、ヌテラ、ストロベリークリームチーズも一つお願いします。コーヒーがダクワーズと合うようにうちがブレンドしているのがブラジルとインドとコロンビアのブレンドを社長が選んで、2週間経ったコーヒー豆が一番おいしいということで、その時期に合わせてお店に来るように発注してしているので、コーヒーがおすすめです。このダックワーズに合うようにブレンドされている、酸味を抑えて。あ、やっぱり韓国ですとアメリカーノですか。そうですね。ヴィンチェンゾにも出てきますね。夏でも冬でもアメリカーノ。イタリア、イタリア、ヴィンチェンゾ。お待たせしました。ありがとうございます。アイスのアメリカーノとストロベリークリームチーズとヌテラチョコです。ダックワーズです。うん、甘い香り。テレモケスミダー。まずはアイスアメリカーノからいただきます。うん、あ、美味しい。本当だ、なんかちょっと酸味が控えめで、いいコクのある苦味です。あ、いいですね、この苦味。甘いものが食べたくなります。ストロベリークリームチーズとヌテラ、どっちからいただきましょう。どっちがいいですかね。じゃあまずヌテラから。軽い、軽いです。本当に、の周りのもちもち感に驚きました。ちょっとサクッとしても見えるんですが、周りサクッとしてるんですけど中がもちっとしていて、このギュッともちもちもちっと感がちょっと詰まったギュッとした、この食感やみつきになります。ヌテラの甘さとちょっとアーモンドのようなナッツ感のある甘さもあります。おいしい。合いますね。貝殻、なんだろうって思っていたら貝殻でした。よく見ると貝殻がパッと開いて真珠が現れた、そういうことですか。はい、ということでストロベリークリームチーズ味です。ストロベリーの甘さの中にちょっとこの爽やかなクリームチーズ感があります。いろんな味を毎日半分変えてるって、いつ来ても違う味に出会えるってことですよね。楽しいな。もちろん弾力が素晴らしい。パンとは違う、マカロンとは違う、その間のような感じです、合う。ペロッといただけちゃいます。いやー、初ダックワーズ、めちゃくちゃ美味しかったです。ダックワーズをそのまま包装して、はい、この中に入れてプレゼントできるような形になってて、紙ではないので、はい、何回も使えるようになってて水にも強いので、プレゼント用のバッグです。ストップウォッチとか入りそう。韓国のカフェの魅力といえば、なんといってもそのスピード感だなと思います。どんどん新しい商品が出てきますし、もうワクワクが止まらないなと。次は何が出るんだろうって、本当にもう飽きさせないのがすごいなと思います。鶴橋の周辺も
いろいろとこういった素敵なお店ができていますから、皆さんも一緒に楽しみましょう。ではまた来週もご覧ください。アンニョン。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。